リンクをつけている間に刷る紙の準備をします。放射紙と同じ大きさに切った新聞紙を重ねます。この時ザラザラしている方が上になるようにします。そして画板の端にクリップで留めます。そして放射紙だけをめくっておきます。ここに先ほどインクをつけた紙版を置いていきます。割り箸やピンセットを使うといいでしょう。配置が決まったら紙をかぶせます。真ん中から外へ向かって優しく撫でるようにします。くるくると円を描くように切っていきます。紙の裏側から見て版がはっきり見えるまでしっかりとこすります。クリップをのけて紙をそーっと剥がしていきます。刷り上がりました。紙に色をつけてみましょう。紙に色をつけるときには刷り上がった版を剥がさずにそのまま新聞紙ごと裏返します。そして新聞紙を乗せます。絵の具を水で溶いたものを霧吹きで吹きつけてみます。版をのけます。片付けをしましょう。残ったインクは他の紙に吸い取らせます。最後に新聞を乗せて吸い取りましょう。こうしてインクをあらかた取ってから洗うと片付けが楽です。インクのついた版はビニール袋の中にしまいます。こうして保存しておけば何回でも刷ることができます。